昔日の強豪が一敗し屍を晒す。一介の草履取りが一心出世し大将となる。戦は戦を呼び、田畑は荒れ、人心は乱れる。尾張の織田信長をはじめ、名だたる武将が天下を奪い合い、いつ果てるともなく戦い続ける戦国の世。ここ義州天野の地でも、名門桜井家の栄光は希望が夢となり、下克上により牽制を振るう乱世の英傑藤森主膳が天下を伺う。強く、ただひたすら強く、それが主膳が求める国のありよう。だがそのために天野の民草はひたすら重苦にあえぐ。そう、戦が絶えることはない。今も一つの戦が終わった。だが累々と横たわるカバネたちだけが戦いを終えることができる。合戦場をさまよう者にとって地獄とはあの世か、それともこの世か。それを知る者は誰もいない。たまげた。あの大戦で生き残ったやつがおるとはな。おい、おめえ様、大丈夫かよ。
なんだと？せっかく人が親切に声をかけてやったのに。やめとけ。わしらのことを落ち武者狩りか何かと思っておるのよ。勝手に死にせるせ。藤森酒造、やはり乱世の旧友か。だが お主あの戦を生き延びたか。だが死ねなかった者の方が地獄へと近づくということもある。より多くの者を背負ってな。いかがか。結構。おい。そうか。いいか？Thank you.
ドアラの織田信長が狙っているらしいな。当然天の方では済むまい。しかしだからこそ、そうじゃ、あれらは桜井の旗のもとに好き勝手しているだけじゃ。天下を狙っているお方だ。なんと、しかしロクをもらう。尾張の織田とも十分に分かり合えると考えておるが。なかなか手だれが揃ったようだな。ではこれより審査を始める。死を恐れぬ真の侍のみが大殿と共に天下をつかむことができる。その覚悟のある者は一歩前へ出るがいい。お主いいだろう。その力存分に振るうがいい。抜きやがった。どういうつもりだ。あやつ気は確かか。どうした。相手は梅宮殿だと分かっているのか。何の真似だ。この連中では不服だというのか。面白い。では拙者自ら吟味役を務めてやろう。なかなかの腕だ。これならば十分役に立つだろう。よし、お主を取り立てることにする。殿が天下を取れば立身出世は望むがままだ。励めよ。その2、藤森の兵糧だな。こちらへ渡してもらおう。久しぶりの米だな。これで腹いっぱい食えるぞ。これは…よこせ。逆らうなら斬る。なんだお前は。さっさと消えろ。それとも我らの邪魔をする気か。違う、我らは盗賊ではない。そうだ、これは我々真の侍の誇りをかけた戦いなのだ。なんだと？貴様！聞き捨てならんぞ。
話を聞いてくれ。俺たちは盗みなどしない。どうした？何の騒ぎだ？こいつが俺たちのことを盗賊だと。俺たちは大加藤という桜井家復興の志を失わない真の侍集団だ。これは敵の兵糧を断つ兵法だ。盗賊などと一緒にするな。お言葉ですが、この庭町の米問屋が商った米でごぜやす。兵糧などとそんなご大層なもんではごぜやせんが。何？俺は藤森の兵糧と聞いて。行け、お前らは先に帰ってろ。はあ。では私どももこれで。確かに松崎殿は藤森の兵糧だと。なぜこんな手違いが。そのぐらいにした方がいいな。
お前たちの腕では勝てない。いつで？なんだと？そいつの剣は戦場で戦って生き延びてきた者の剣だ。口先だけのお前たちとは違う。お前本当のことだな。雑魚は黙っていた方がいい。お前はどうかな。無様な戦いはしなさそうだな。とはいえ私の背中は預けないがな。まあいい、お前も戦いが好きならここに向いているかもしれん。仲間に加わるのなら棟梁の松崎源十郎に挨拶するがいい。おお、よく来たな。お前も今日から大加藤の一員だ。中には変わったやつもいるが、基本的に自由に楽しくやるってのが信条だ。お前も遠慮せず好きにやってくれ。ただし俺の目が行き届く範囲でな。私は林道一世、藤森修善を倒すためにここにいる。お前が本当に腕が立つのかどうかしっかり見極めさせてもらうぞ。ともかく我々は藤森修善を倒すための同志だ。共に力を合わせ戦おう。人だ。あんたがいれば百人力だ。お頭、わしは一生あんたについていくぞ。俺は
あんたみたいな人が頭になるのを待っとったんじゃ。お頭、これからもうまい酒が飲みてえです。これはまた実に興味深い。いやはや、良いですか。ふう、なんと！困りましたね。いやはや。なんともおいたわしいことだ。だが今の拙者にはいかんともしがたい。今しばらくのご辛抱を、この新之助命に代えても必ずや。おやすみ。
来たの？いいか？はあ。よっ。ああ。いや、何ね、木々の隙間から村の飯の支度の煙が見えねえかと思いましてね。私は飯を炊く煙が大好きなんですよ。戦の煙が全て飯を炊く煙に変われば、皆が幸せに暮らせるのにね。国がいくつもあるから戦が起こる。この世に国がたった一つなら、戦なんてもんはなくなるはずですよ。良いですか。どうでしょう。いつ来ても不気味な場所だな。天狗でも出てきそうだ。クワバラクワバラ、こんな薄気味悪いところさっさと越えちまおう。よし、抜かるんじゃねえぞ。行け行け。出た、オオカトウだ。来るぞ、抜け。養老を守るのだ。Come on!
狙われたのは兵糧か、それとも拙者の命か。いずれにしても味方以外誰も知らぬはずのこの道中に襲撃だと。大加藤か。なるほど、城には一体何匹ネズミのいることか。さて、残りの道中もわずかだ。大加藤の別動隊が現れぬうちに城へ戻るとしよう。よくやった。おお、また頼む。そうだ。いいだろう。いいか？
いいか、なんだ、あ、いや、いいか、信長軍が。ついに動いたか。はっ、義州高富、義州大淀ともにわずか3日しか持たなかったそうです。義州三国のうち高富、大淀が信長の手に落ちた今、次は我が天中。どうされます殿。是非もない。遅かれ早かれ、信長とは真の覇者をかけ争う宿命よ。だがこうなれば心中の虫をこのまま捨ておくわけにもいくまい。たとえ矮小なものであっても孝子の憂いを消し去るのだ。見つけたぞ、おせい。いや、桜井家の御姫君、しずる様の仇め。お主によって拙者の夢、この国の命運は絶たれた。その罪万死に値する。潔く拙者の刀の錆となる。
切り者の汚名を着泥をすすり、それでも果たせぬというのか。いや、それをなせなかったのは拙者が未熟ゆえのこと。梅宮慎之介、死してお詫びする。俗心によって奪われた国を取り戻すことを己に課した侍がいた。その侍は裏切り者の汚名を着て、かつての主君を殺した敵に仕え、ただひたすら機を待ち続けた。だがその思いは達成されることなく、別の侍によって砕かれてしまった。最後の希望であったしずる姫を殺され、その仇を討とうとして返り討ちにあった梅宮慎之介という侍の胸中がいかなるものであったか、今となっては知る者はいない。